さあこんにちは、はい、さあ豊さん、はい、まあ、オープン戦、まあ、オープン戦の成績はオープン戦の成績だからっていうのもあるんですけれども、いや、ね、そうやってね、うん、結構言い訳に近いそういう言い方するんだよみんなそうそう、だけど、うん、調子のいいやつはオープン戦打つからねそう、まあそうか、やっぱ出来上がってないとか、やっぱ状態が悪いと結果が出ない、はい、これは、うん、イコールある程度シーズンに直結する時があるからさ、あ、そうなんですか、いや可能性あるよ、今ちょっと阪神のファンの方がドキッとしてる、うん、いや直結する時ある、まあ、今ね中野選手がちょっと現時点で不調ということで、うん、現在33打数3安打打率9分1厘でこの前もオープン戦スタメンが外れたりとかっていうのもあったんですけれども、まあ、ちょっと心配で本人に記者の方が聞いたところ、最近ちょっと引っ張りにかかっていった部分があったと、追い込まれてもしぶとくファウルで粘ったりとか、もう一回センターから逆方向というのを意識しながらちょっと残りの試合やっていきたいというふうに本人は話されているそうです。まあ、中野はね、うん、心配ないよ、うん、これシーズンフルイニングフル出場、うん、全試合フルイニング出る、うん、それだけのスタミナのある選手だし、はい、精神的にも強い選手だよね、うん、そらね疲れるよ、うん、いやいや疲れるよっていうのは侍に行ったりだとかさあ、まあそうか、まあ、いろんな状況の中で疲れるよ、そうですね、去年の WBC からもう疲れが待っとるよ、うんうんうん、だけどこれはシーズンに入ったら引っ張るとかいうよりも状況に応じたバッティングをしてくるよ、それ今まだ状態が上がってないっていうのはこれは気持ちが入らないんだよ、なかなか疲れて、その気持ちの問題、そうそう、スイッチが入ったって心配ないから、うん、大丈夫ですか、大丈夫だと思うよちょっと待って待って待って、いやいや大丈夫大丈夫大丈夫です、中野みたいなタイプが、はい、ボンダでも言うことを打つようになるよ、うん、例えば近本が走った、はい、ね、先頭出た引っ張って送った、うん、ワンアウトだけど貢献度が高いよね、はい、そういうバッティングをしだすよ、うんうん、でこれ引っ張れないかなと思ったらコンとセーフティーやって、うん、近本送ったりとかしとくよ、大丈夫ですかね、いやだからここら辺は2番を打ってる中野だからできることなんだけど、これが3番バッターで、はい、これは心配だなと思うけども、うん、中野に関してはいろんなボンダも有効打になるポジションだから、あ、だから心配はないって、それは中野選手がやっぱ2番の選手だから問題ないと、そういう貢献ができてくるっていうことだ、だ一番いいのは近本がいて1、2塁間引っ張ってくれて、うん、1、3塁を作れる、はい、そ中野も走れるか、うん、それとも走らないで置いとくかみたいな、うんうんうん、ね、そういう選手になれるよ、大丈夫ですかそこは、じゃあ心配するんだってそうか、だからこの前 あのオープン戦の中でも岡田監督がねスタメンからちょっと外したりとか、それは疲れだよ、そうか、一回ちょっとそらね、オープン戦からフル出場できないよ確かに、そ多少も休みを与えてあげないとさ、うんうん、ね、そうですよね、で昨年も全試合、うん、でフルイニング出てる、うん、それを継続したいっていう思いが中野にも強くあると思うよ、そうですよね、うん、だからそのモチベーションでやってるから、うん、今から一生懸命できないよ、まあまだそうですね、うん、気持ちの、ただ残り3試合ぐらいからこう気合い入ってくるよ、うん、その時の状況を見てね、うん、まあ、判断しましょうよ、そうですね、はい、これ最近ちょっと引っ張りにかかってた部分があったって本人が言ってるっていうのはこれどういうことの、あ、体が開いてるっていうことだろうね、うん、だから強く叩きたいとか、はい、体がちょっとへばってんだろう、あ、おそらく、うんうん、だからそういう傾向に出てきてると思うんだけども、はい、ただ近本が状態いいから出てて、うん、やっぱり1、2塁間を意識してんのかもわからないしね、うん、だからまあそういう意味では何ら心配はないと思うけどね俺は、うん、じゃあ大丈夫です、ね、ただ阪神大丈夫か、そこです、ね、いやあのね、うん、ちょっと雰囲気は重いな、これね最初豊さん動画で3連敗した4連敗した何言ってんの大丈夫だよって言ってたのがやっぱちょっと負け込んでいた、いや5連敗の時まで言ってたな言ってたな、そうだ9連敗しちゃったでしょそうなんですよ、いやそれはねちょっと不安、それそのやっぱチームの雰囲気の重さ、いやあのね強いチームって状態のいいチームって、はい、やっぱねどっかで勝つよ、ううでも負け方が悪いわ、うん、このエラーで負けたりだとかな、あとノーアウト満塁でいっても得点できないとか、うん、まあ、そういうのはあるけどね、うん、まあ、だけどその9試合もやって9連敗するような、うん、そんなチームじゃないし、それがしちゃうっていうことは空気が重いな、うん、それはあの野手問わずそのピッチャー中継ぎだったりとか、まあそうだね、っていうのもあるんですかね、うん、ピッチャーは
全体的に考えられない人がいるからね。あ、自分のピッチングをいかにするかっていう人が多いから、はい、だからそこまで雰囲気とか、うん、そういうのは感じてないと思うけども、うん、だけど中野はじめあんまり状態のいい選手がいないな、うん、例えば、まあ、佐藤輝明選手、うん、まあ休ませた翌日は3本打ったりとかしてるけども、はい、うん、まあ、坂本もちょっと状態が落ちてる、木浪がちょっと元気ないかなっていう、あの守備でも木浪選手ちょっとね心配なのありましたけど、だからまあちょっとね、やっぱりね中だるみする時期だけどもね、あ、このオープン戦の、うん、やっぱね長いよ。いや2月からもう1日からやってんだよお前。そうですね、それもお客さんもバー来てさ、本番さながらですよ、なんか息抜けない、鼻くそもほじれないみたいな。そんな感じだからさ。そうですね、それでオープン戦、うん、4万人だよお前。あのびっくりしましたよ。ああ、いやもうありがたいことだけどもさ、うん、ちょっと 息抜けないよね。あのプレッシャーのかかり方がね、本番前から始まってますもんね。だから、まあ、自分たちがしっかりしなきゃいけない、まあ、その責任の表れがね、うん、彼らがエラーして負けたんじゃなくて、うん、控え組がエラーをして負けてるという、うんうん、だから我々がやっぱりしっかりしなきゃいけないというね、だから過度の負担を感じてるんじゃないかなっていうような、うん、まあ、そんな感じもするんだよ ね、 そうですね、うん、ただ、うん、やってる雰囲気は悪いよ。それは連敗が来るんですよ。あまり、うん、まあ、それは良くない。良くないけどね。これ一回何か断ち切るためには、雰囲気を変えるためにはどうすればいいんですか？いや、いい勝ち方することだよね。うん、だから、こっからだよ、オープン戦。はい。本当にこう気持ちが入ってくるというかね、うん。で、先発ピッチャーもある程度のイニングを投げてくるというか、うん、もう投げてるピッチャーもいるけどね。まあ、そういうことをやらせるチームもあるけども、まあ、これから阪神もどんどんやっていくやろう、それを。うん、まあ、その時にどういうゲームになるか。それによって順位が変わる可能性もあるよね。おお、これシーズンの順位が牙城が崩れる可能性がある。去年のこと、今年のキャンプ、うん、そういうことを見るとやっぱ阪神が優勝だなとは思ってたけども、うん、でもあまりにもこんな状態が続くんであればちょっと不安な部分は出てくるよね。おお、そうなんですね。うわーじゃない、いや、おーんってなっちゃいました。岡田監督になっちゃう。いや、だから、うん、そのまあ、やっぱりさ、仕事場の雰囲気ってすごく大事で、はい、それはみんなが作っていくことで、うん、それが悪いとさ、やっぱ働きづらくなるよね、うん、あと、あの仕事の効率にも影響してきますね、演技的にも。だからこれをやっぱり一発こう、大山行った、佐藤行ったみたいな、うん、で、木浪がチャンス広げたみたいな、うん、近本返したみたいな、うん、中野が小技決めたみたいな、もう続く、うん、で森下がまたいいとこで打ったみたいな、うん、こういうゲームができるとちょっと雰囲気がガラッと変わってくると思うけどな。そうですね、やっぱりバッティングの状態っていうのが全体的に落ちてることは確かだね、うんうん、だからここを今落ちてるから良しとするのか、はい、今から上げていくのか、うん、まあよく思ったのは、開幕に合わせるんだったら今落ちとく方がいいんだよね。え、そうなんですか？そうなんだよ。え、なんでですか？いや、バイオリズムってこう急には上がらないからさ、シューッとの緩やかに上がっていくから、はい、ここら辺開幕に合うと、うん、ピッツアップ、あ、やっぱり阪神、うん、強いなっていうことになるけど、逆にこう言ってしまうと、いや、低空飛行がずっと続く可能性もあるよね。あるのか、まあ、焦りとかいろいろね、はい、そう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 、うん、だから雰囲気がちょっと重いだけにね、うん、ちょっとなんかパッと明るくなる、まあ、そういう試合っていうのはこうやりたいけどな。そうですよね。今じゃあ阪神の中で打者陣の中で一番いいって近本選手だけになるんですか？まあ、そうだな、近本はやっぱりしっかりしたものは持ってるよね、うん、あと森下も状態的には俺は悪くないと思うんだよね、うん、あとノイジーがね、まだあれなのでちょっと、うん、前川がいいな、うん、前川選手、前川がやっぱこう雰囲気とか全く関係ないね、うん、バーンと打つな、よくも悪くも、いや、いいんだよ、いいんだよ、必死でな、うん、ただね、その阪神っていうのは、まあ、連覇というのが、まあ、今まで経験したことがなくて、優勝の、はい、なんかそういうのもどうなんですか、こうやっぱり負担になっちゃったりとか、あるんですかね、メンタル面とかこう、まあ、歴史は塗り替えられるってね、うん、だから、じゃあ、連覇がないから、絶対ないのかって言ったら、そんなことではないよね。まあ、それはみんなが時代を築いていかなきゃいけないことで、まあ、今年はすごく大きなチャンスがあるし、うん、まあ、それだけのメンバー揃ってるしね、はい、だから負けたらいかんとは思うよ、まあ、負けたらいかんとは思うけども、うん、思惑は外れてきてるな、
岡田監督が誰を使ったらいいかという悩みから、これを使わざるを得ないというか、これでいくしかないみたいなことになってるから今、はい、でもそれだけでも十分なんだけどさ、だけどちょっと思惑としたら違ってきているという、計算が狂ってきているという。岡田監督もちょっとそういうなんかことは感じてたりする、ね、やっぱりこう期待してた選手がね、少し期待外れに終わったりだとか、まあ、してる部分があるから、まあ、現有戦力で戦うしかないかっていう、じゃあ前側が出てきてる前側をどうするか、まあ、ここら辺が一つの悩みだけで、他悩むこともできない、もうこれを使っていくしかないっていうような、でこの現有戦力で大丈夫かっていう不安はおそらくあると思う。まあ、なぜかというと去年の疲れだとか給料が上がった気の緩みだとか、いろんなものが出てくるんじゃないかとか、いろいろやっぱ指揮官としたら不安な部分というのは持ってるよね。だからそれを解消するために競り合いっていうことを考えたんだけどさ、なかなか競り合いにはならなかったということだよね。そこでしたね。だからまあここら辺は計算は狂ってるよなっては思うけどね。まあ、ただねオープン戦ももう残りわずかなので、ここから、まあちょっとね、こっからなんだよ、ね、本当のオープン戦ってこっからだから、こっからもうレギュラーが必死になって調整してくるオープン戦になるから、はい、あと5試合ぐらいだろ、もうあの現時点でそうですね。そうでしょう、いやこっからだから、こっからのオープン戦を見て順位を決めたいんだけど、はい、まあ周りがせっかちやな、だからどこが優勝するんですかね、まあ、もう待ってるって、この5試合を俺ら待ってんだってこの5試合が一番重要ですよね。そう、その予想には。この5試合を見ないとわからないって今まで試しだからそうですよね、そうなんです。本当によく聞いてくるんだよ、ね、優勝は順位は理由は何ですか知るか言うてな、ま、もうちょっと待て言うてんの。だからメインディッシュまだ、ね、食べてないので、美味しかったですかみたいな、まだお店の評価できないよってできないよな、美味しかったですか食ってねえわそうですね、